アレクサンドル・コジェーブはロシア出身のフランスの哲学者である。フランス現代思想におけるヘーゲル研究に強い影響を与えた。アレクサンドル・コジェーブの名称はフランス語での読み方であり、ロシア語ではアレクサンドル・ブラジーミロビチ・コジェーブニコフ。フランス・パリの高等研究実習院で1933年から1939年まで行われたヘーゲル 精神現象学についての講義は、後のヨーロッパにおけるヘーゲル復興に大きな影響力を与えた。この講義の聴講者には、ジャック・ラカン、ジョルジュ・バタイユ、レーモン・ナロン、エリック・ベイユ、ロジェ・カイオワ、メル・ロポンキー、アンドレ・ブルトンなどがいる。ここで提示されたヘーゲル像は、彼らによって後のフランス現代思想へと受け継がれることになる。なお、講義は後に、 ケーギル読解入門として出版された。コジェーブは1902年、モスクワ旧市街の一角で生まれる。父は、富裕な商人で、父方の叔父は、画家のバシーリー・カンディンスキー。コジェーブの父は、1904年に勃発した、日露戦争に召集され、1905年、満州で戦死。母は、父と共に、満州に来ていたが、夫の死後、モスクワに帰還する。 その際、コジーブの義父であり、後の夫であるレムキュールと出会う。コジーブは、モスクワでも評判の私立学校に入学し、個人教授も受ける。以後、コジーブは、ラテン語、フランス語、英語、ドイツ語を学ぶ。1917年の2月革命、10月革命の時、コジーブは15歳になっており、彼はこの時から、哲学日記という手記を始める。 この時、すでに後に、コジェーブにとっての主要なモチーフとなる、死の観念についての考察が始まっていた。革命の混乱の中、コジェーブのギフレムキュールは、俗に暗殺される。この頃コジェーブは、慢性的な食糧難のため、闇市に出入りし、その都がで投獄される。仲間たちは銃殺されるが、コジェーブ自身は、親戚の口利きによって助かる。これら一連の経験が、 コジーブをして大きく動揺せしめた。このことが彼にシーコール実在せざることをどう理解するかということについて生涯を通じて考察させるきっかけとなった。この死についての考察は後にヘーゲルドッカイ入門において大きく展開されることになる。1920年、コジエーブは祖国を捨てドイツに亡命する。1926年に至るまで ドイツのハイデルベルクとベルリンで研究を続ける。この間彼はドイツ語、哲学、東洋語、ロシア文学について学ぶ。1926年、ハイデルベルクで学位を取得したコジエブはフランス・パリに移り、ソルボンヌ大学で研究生活を続ける。この頃、高等研究院で教弁をとっていた科学士やアレクサンドル・コイレと知り合い、1933年まで、 高等研究院で研究活動をした。ソルボンヌでは数学と物理学。高等研究院では宗教哲学と東洋語を主に研究する。この頃、マルティン・ハイデッカーは存在と時間を表している。1933年、ソロビオフの宗教哲学という論文を表す。この論文により、1934年、 高等研究院の終了証書を取得。この頃、ヒトラーが首相に就任。同年、コイレが回路に招聘されることになり、それまで高等研究院で行われていた講義が、児人部に託される。夏の間、準備のために、精神減少学を数度、読み返す。この時に、ナポレオンに無限化された歴史の終焉という手がかりを見つけ、このことが、 コジェーブのヘーゲル解釈に大きく影響することになる。またこの頃、抗議とともに著述活動も活発になり、それらはフランス語、ドイツ語、ロシア語で表され、いくつかの雑誌に掲載される。1943年、コジェーブの記念碑的著作である、法の現象学を表す。1945年、ヒトラー自殺。ドイツ政府は無条件降伏。原爆投下。 コジェーブは、フランスの政策に関する覚書を数編表し、また、抗議の参加者の一人であるロベール・マル・ジョランによって、特務官に任せられる。この年、以降、コジェーブは、フランス政府の仕事を続けることになる。1947年、レーモン苦悩により、高等研究院での抗議録である、ヘーゲル独会入門が交換される。6月、米国のマーシャル国務長官が、 ヨーロッパ支援計画を発表するが、ソ連がこれを拒否。7月、ヨーロッパ16カ国はパリに集まり、ヨーロッパ経済協力委員会を創設。コジーブは、ハバナで開催された国際貿易機関に関する会議に参加。1948年3月、53カ国がハバナ検証に調印。これに、コジーブは、フランス代表団の一員として参加。 この検証をアメリカが批准しなかったため、これは発行をしなかった。そのため、暫定的に形成されたのが、ガットである。4月、トルーマンが対外援助法に署名し、マーシャルプランが指導する。援助金は、ヨーロッパにおける機関設立によって投入されることになったが、そのための機関として、ヨーロッパ経済協力機構が創設される。事務総長は、 ロベール・マルジョランであり、コジェーブは、対外経済関係局特務官として活動。1953年、コジェーブは、結核に侵され政府活動を停止、その間に、自身の地の体系の充実に着手する。カントロン、概念、時間、言説の執筆を始める。この年の3月、スターリンが死去。その死に際して、コジェーブは、父を失ったようだと語った。 1959年に日本を訪問し、感銘を伴い帰国する。そこに歴史の終焉後の人間の存在様式のある形を見出したのである。1962年、ジュネーブで行われた国連貿易開発会議の準備会議にフランス代表として出席し、貧しい国々のために演説をする。彼はその時、ケネディラウンドに大きな期待を寄せていたが、 しかし11月、ケネリは暗殺される。1964年になると、交渉は、ジョンソンの下で開始され、コェーブはこれに参加。1967年、定年になる時期だったが、官僚としての活動を続けることを望み、将来の国際貿易問題検討会の座長に任命される。1968年、歴史の終わりに関して、 ヘーギル読解入門の中に日本のことを付け加える。6月、ブリュッセルにおける共同市場の会議に出席している最中、心臓発作で急死した。ありがとうございます。